こんにちは、ヨモです。アナザーエデンやっていきます。今回は、ラクエレアのキャラクエですね。やっていきたいと思います。やはり新キャラをね、手に入れたらね、キャラクエやらないとというところです。竜大物。バレオキー近辺に凶暴な竜が現れたらしい。その竜を退治するため、傭兵が雇われた話を聞いたラクエレアはと。で、ラクエレアちゃんは、結構使いやすいです。全体攻撃も持ってるし、多段攻撃もできるし、マジックポイントもそこそこ。物理にしては高いかなっていう感じですね。傭兵誰だろう？ディアドラ？火力出現で調査。なんか因縁がありそうですね。さあ行きましょう。村の入り口、あっちだよね。あ、いたいたいた。なあ、あんたが傭兵かい？ドラゴン退治を頼まれたって話よ。田舎の千式鳥のガキ。なるほど。お、じゃあぜひ仲間に、ぜひ仲間に。ふん、そこまで言うなら連れて行ってやろう。こいつ絶対逃げ出すっしょ。なるほどね。偉そうだなこのおっちゃん。絶対戦えよって感じですね、後で。さ、行きましょう。いやもうほんと星5のキャラクエは毎回楽しみで、もうそれを見たいがためにゲームやってるまでありますね。ほんとストーリーが全ていいんですよね。オッケー。さ、行きましょう。ふむ、話によるとこの辺りでドラゴンに襲われたという話なんだが。有能だな。これは傭兵のレベルが知れましたね。そこが知れましたね。このまま奥に進む。なるほどね。一応こう正しいことはできるんですね。これでひねくれてなんか余計なことするやつとかいますからね、たまに。ん？これワープした方が早くない？そうでもないかな。さ、のんびり行きましょう。セルリン。勝つことは私の義務。まあ、敵はおそらくそんなに苦労なく処理できるとは思います。上級もね。あった、ドラゴンの足跡だ。いるぞ、近い。ああ、こんな感じね。後ずさりしましたね、間違いなく。うん、そうだよ、私とアルドに任せてくれ。
でもこのおっちゃんも結構いい人っぽいですね。ちゃんと戦う姿勢は見せてますね、今。ちょっと口は悪いけど。まあ任しときにしゃい。15、25ぐらいでしたね。以上でした。OK。お前たち、そんなに腕が立つとは。お金はいらないから夢読みの書をくれない。竜の鱗を取り出してアルドに見せた。竜の鱗だと。お前が竜鱗の狩人なのか。なるほどね、そんな過去が。お金いらないんだよな。私が欲しいのは仇のドラゴンの情報だけだ。私が欲しいのは夢読みの書だけだ。わかった、立つ、去っていった。ハズレでしたね。はい、ということでまずは一つ目のキャラクエをクリアすることができました。で、一つ目をクリアできたので、バリアブルチャントがまだレベル1か。では次ですね、またバルオキーかな、違う。エルジョンですね。飛んでいきましょう。で、別の区画かな。あった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 。多分あそこでしょう。考古学マニアがラクレアの持っているルールの鱗に興味を示した。どうやら同じものを見たことがあるらしいと。めっちゃ有力情報じゃないですか。このトルネコさんだってシュゼットの時も活躍しましたからね、キャラクエでね。なんと竜鱗だとは。随分貴重なものを持っている。だが、はて、それと同じ種類の竜鱗をどこかで見たような気がするか。めっちゃ食いついた。データベース？工業都市廃墟の端末でアクセスすればいい。よっしゃ、行きましょう。もうあそこね、割と近い。助かる、入り口近くで。そうだよね、使い方知らないよ。こういう時は言うの、リーカちゃんじゃないの、違うの。昔のテレビじゃないんだから。面白いな、面白いな、反応した。有能だな。お、マッチしました。
2万年前ほどに生息していた生物の鱗、がっちりです。 98% 古代か。じゃあ欲しいですね。誰かが連れてきたことになりますね。巨大な火山の周辺地域。了解。ね、ほんとこのワープ機能が有能すぎる。ドラゴンを探しましょう。いた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 。ここでバトルかな。足跡がある。昔のね、辛い思い出が頭によぎるんでしょう。もうすでに誰か襲われてるぞ。あれはあの姿は新キャラかな。上半身裸の方は新キャラかな。竜というより恐竜ですね。こいつは、この姿は。こいつ？割とこいつなの。とんでもないことになっちゃってんの、街が。心配すんな、ラクレア。奴の心臓ぶち抜いてやりゃ。そんな悲鳴なんざパーと消えちまうさ。で、これ、誰がアルドが言ってんの？あ、父さんね。倒してやる。マイティ君がね。勝つことは私の義務。違う恐竜だったんですかね。あんたたちついな、助かったよ。そうだよ、さっきの仲間どこ行ったんだよ。ガチャに行っちゃったのかな。あー、たまたま一緒にね。今頃恐竜の腹の中かもしんねえなって。めっちゃのんきだな。助けに行きましょう。うん、最後のキャラクエが非常に気になりますね。どんな感じで終わるんだろうな。少しずつこう、ラクレアの過去が見えてきましたね。下がれ、さもなくば撃つ。メッセイ。ここで最後か。襲われてる、襲われてる。でも勝てそうなんだけど、結構戦ったら。
ちょっと強そう感ありますもんね。非属性っぽい。でもなんか、あ、そういうこと？あ、これで過去に、あ、ごめんなさい、未来に行ったんですね。ちょっと復讐心にとらわれている感じですね、ラクレアは。まあ仕方ないか。はい、ということで2個目のキャラクエが終わりましたね。これでバリアブルチャントがレベル2になったのかな。射抜かれたいのはドイツだ。 15% ダウン、腕力、物理か。すごいなこれ。なるほどね、これかなり使えそうですね。で、次ですね。ごめんなさい。これか。で、ユニガンの酒場と。さあ、行きましょう。王とユニガンの酒場にラクレア宛ての手紙が預けられた。手紙の差出人はしばらく会っていなかったラクレアの、なんでしょうね。でもすごいところで手紙預かってますね。どこに行き着く人間かもわからないように酒場に預けるって。なるほどね。なんてこった。あ、このおっさん、さっきのおっさんやん。なるほどね。なるほど、そういうことか。オッケー、ザルボーね。え、待っててくれてもいいやん、ユニガンで。じゃあこのマップ機能がなかったらマジで動けないぞって感じです。ザルボー、はい。ザルボーどこにいんの。あ、いたいたいた。お、ラクレア。ものすごいいいタイミングで来ましたね。やっさ男は。そうか、ラクレア。いつも一人だった上に仲間ができたなんて。そうなんです。さっき仲間にしてきました、30連で。うん、そうだね。なるほど。
うん、確かにこの人のせいじゃないね。もう死んでるんじゃないかな。でも砂漠でしょ。しかもあ、宝箱取ってないよ。なんかある新機能かな、もしかして。疲れてるのかな、僕。なるほど、住処にしてるんだ。おお、誘導行きましょう。そうだ、おじさん、古代には帰りたくないのか。ちょっとこっちに来いや。ああ、なるほどね。やっぱそういう背景があったんですね。任しときにしゃい。さすがに姿形は変わってるんじゃないかな。さあ行きましょう。どうなってるかわかりませんが。じゃないね。もっとお役に立ちたいです。着ですね。お、来ましたよ。大ボスの予感ですね。そしてこの音楽である。そしてこの光用である。環境に適応した結果がこれなのか。かっこいい。古の竜、一応オーロラフォースを貼ります。そうだね。あ、
なるほど。まあ、こう、過去と向き合う瞬間っていう感じですね。どうエンディングするかちょっと楽しみですね。出れた、かわいい笑顔。はい、ということで終わりましたね。普通にいい話でしたね。復讐の果てにと。こう、ラクレアの過去から未来への、こう、歩みがギュッと詰まったようなキャラクエでしたね。本当に辛い過去が、まああったラクレアが、こう、様々なね、体験とともに、過去を乗り越えて未来に歩き出していくと。そして最後ちょっと出れるという、なかなかいい話だったかなと、個人的には思います。で、これで、ラクレアのバリアブルチャントがレベル3まで行きましたと、敵全体に腕力と物理耐性の 20% ダウンと、1%。かなり強いんじゃないでしょうか、これは。と思いますね。もう本当にこのバリアブルチャントがあるだけで、結構物理系の敵は、まあ、物理パーティーに非常に使いやすそうかなっていう感じですね。で、ラクレア自身もかなり物理キャラとして強い方だと思うので、なかなかこう全ての手持ちのスキルやバリアブルちゃんとか有能なキャラになりそうですね。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下、もしくは僕のアイコンの右側ですね、 YouTube ボタンのところからチャンネル登録いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名もコメント欄に書いておきます。こちらもフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。